はい、皆さんこんにちは、久です。今日はまたまたね、株の話をしようかなって思うんですけども、今日はね、私の投資のやり方についてお話をしたいかなって思ったりします。まあただね、ちょっと最初に言っていきますけども、まあこのやり方は真似しない方がいいと思います。投資を始めて17年ぐらい経つんですけども、安全な資産で運用したんですよ。まあ債券とかね、割引債とかね。ただ、儲からないんですよ。全然儲からない。17年やってたんですけども、なんか儲かった気がしない。途中、リーマンショックとかがあったんで、これも言ってるんですけども、回復したんが、本当にね、4年ぐらい前の話で、もうずっとマイナスが続いてて、本当にね、この17年間何をやってきたんかなっていうようなことで、株式投資をやってきました。思ったんですよ。もうこのまま、こういう風な感じで、同じスタイルで、投資を続けても儲からない、何の楽しみもないって思ったんですよ。でやり方を変えました。そのやり方なんですけども、自分の資産の 97% ぐらいを株に突っ込もうと思って、全額に近いほど投資をしたんで、今私の通帳にはもう100万円ぐらいしか残ってません。ほぼほぼ残ってないんで、海外旅行も行けないし、車も買えないし、全然楽しみがないんですけども、まあそれほどねファイヤーしたいなって思ってるんで、そこまでやっちゃいました。しかもプラス2000万円のローンでしょ、ローンで投資できるんですよ。自分の資産プラスその2000万円のローンで今投資をやってるんですけども、ただしですよ、私絶対今までやってないのが先物取引と FX やらない理由なんですけども、まあ例えば100万円あるとするじゃないですか。でそれにレバレッジをかけて25倍までかけれるらしくて、100万円の25倍なんで2500万じゃないですか。為替の損益で利益を取っていくもんなんで、怖くないですか？さすがに、それだけはできないですね。まあそういう風なね、酒物取引とか、FX とか、金とかね、あと資源もやってないですね。まあちょっとよくわからないものに対しては、投資は全然してないわけなんですけども、自分の資産のね、ほぼほぼ使って今投資をしてるんですけども、コロナ明けて今すごい景気がいいんで、まあここね、そうだな、10年ぐらいはこのスタイルで行こうかなって思うんですよ。通帳に100万円ぐらいしかないんですけども、まあ、その100万円を減らさないように。で、その10年後に、まあ、儲かったお金で、まあ、どんどんね、まあ、旅行も行きたいし、車も買いたいし、まあ、車もね、正直去年買おうかなって思ったんですけども、やめました。もうそんなね、今までずっと3年ごとに車も乗り換えてきたんですけども、もうそれってね、もう正直無駄なことだっていうのが分かりました。なのでもう車も今アルファード乗ってるんですけども、まあ、しばらくね、もうあと10年ぐらいは乗ってもいいかな、もうどうでもよくなってきました。はい、とにかくこの17年間全然楽しい思いをしてなかったわけなんですよ。リーマンショックでね、多額の損失を抱えて、でただその損失を抱えてっていうのは FX で例えば1億円損しましたとか2億円損しましたとか、そういう意味の損失じゃないんですよ。自分の資産の中の損失っていうわけで、まあ例えば私の資産が1000万するじゃないですか。株価暴落して 50% 下がったって、500万しか残らない。でもその普通に株式投資っていうのは100が0になるわけはないわけじゃないですか、言うたらね。そういう感じの落ち方って今までしたことないんですよ。なのでFX とかはそらね、25倍かけれて、その損失が1億2億ってあり得るかもしれないですけども、普通の株式投資とかやったら、そんなことはあり得ませんので、自分の責任が取れる範囲内で株式投資をしてるわけなんですけども、先日も言ったと思うんですけども、普通に株式投資をしても儲からないっていうのが、この17年間で分かったんで、まあ積極的に財産の全てを使って投資をしてるわけなんですけども、この1年間を通して、まあ、そこそこの利益は出てます。今ね、ちょうど、利回りが 31.78 ぐらいで回してますんで、まあ、それだけのね、利益を取ってるわけなんですけども、まあ、積極的にね、株も売買して、デイトレまではいかないですけども、それに近いような感じで、株をこう、どんどん回していくっていうやり方とか、成長が見込める株にどんどん投資する。そういったところで、31% をキープしてるわけなんですけども、まあ、あと10年、5年ぐらいでファイヤーしたいですね。私の中のファイヤーっていうのは、1億を超えることがまずそのファイヤーの条件になってますんで、まあ、あと5年で 30% で回して、まずファイヤーをするっていうのが、まず
一番の目的かなって思ったりします。その次は8億ぐらい目指したいですね。1億いったら8億ってもう多分絶対に行く自信あるんですよ。まあなので8億行くまで実はどれぐらいの期間がかかるかっていうのをもうシミュレーションしてるんですね。それは 30% で回して8億まで行くっていうことじゃなくて、ちょっと低めに設定して 10%、15% ぐらいで回して8億ぐらいまで行くっていうシミュレーションを立ててます。なのでこれを絵に描いた餅にしないように、まあ、日々ねこの株式とか世界情勢をチェックしながら今後運用していきたいなって思っています。ただ今回今日動画にしてみたんですけども、私みたいに資産のほぼほぼを投資に回すっていうようなバカなことはやめた方がいいと思います、はい、ただ私は勝てるっていう見込みがあるんでやってるだけあって、まあ、普通の人はそういう風なね書き方はやめた方がいいと思いますんで、まあどうなるか、リスクを取って収益を得ることができるのかっていうのをね、この3年4年で確実にねファイヤーできるようにやっていきたいと思いますんで、まあ皆さんねちょっと温かく見守っていただければと思ったりします。私がいいなって思うものはどん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 紹介していきたいと思いますんで、特に若い方に向けてこの動画を発信してますんで、早ければ投資は早ければ早いほどファイヤーする確率が高くなります。ファイヤーするとどうなるかっていうことなんですけども、後々の生活が絶対楽になりますんで、まあ20歳から始めて30年間ぐらいで、20歳ぐらいから始めて、まあ、その時にね500万最低500万、まあ、300万でもいいかな、できた1000万持って30年間運用すると必ずファイヤーすることができますんで、まあ、そういった意味で20歳から始めて50にファイヤーして50で1億ですよ。私はまだ1億持ってないんですけども、50でファイヤーしてあとのね残りの人生を、まあ、旅行とか好きな車とかいろいろ美味しいものを食べたり、ね、人生を楽しむことができますんで、できるだけ早めに投資っていうのをして、ちゃんとね、それまでに勉強して、豊かな人生を送れるようにできればいいかなって思ったりします。はい、ということで、ワルクチャンネル、いろいろアップしていきますんで、皆さん、よければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。ひっさでした。はい、投資のやり方とか、スタイルって、結構たくさんあるんですよ。私は今ねこのやり方なんですけども、かなりのアグレッシブ的なやり方、積極的な投資のやり方でやってるんですけども、まあそこまでリスクを取らなくても十分に稼げるやり方、 4%5% で回したらいいと思うんですよ。そうなったらもう勝ちだと思いますんで、そういうやり方もワルクチャンネルいろいろアップしますんで、それも皆さんぜひともねチェックしていただければと思います。頑張ってください。